前春里の To the Nature。 皆さんこんばんは、自然派ラジオパーソナリティの前春里です。今夜も皆さんと楽しく放送してまいりましょう。さて今夜も素敵なゲストさんをスタジオにお招きしております。歌手のカブリオルさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カブリオールってとってもね、はい、ユニークな名前で、はい、もう聞いた人はもうパッと一回で覚えちゃうような名前だと思うんですけれども、はい、お名前の由来っていうのを教えていただけますか。はい、カブリオールという言葉が実はバレエに、うん、あるジャンプの一種の名前になるんですけれども、うんうんうん、私自身がモダンバレエを実は小さい頃から、はい、うん、やっていて15年ぐらいやってたんですけども、うん、そんなに、はい、でそれでそのジャンプが好きだったというのと、うん、まあ、自分にしかないこうアーティスト名をつけたいなと思った時に、あとそのカブリオールというそのジャンプの名前が実はヤギがこう山を登る姿から来ているっていう風にも説があって、はい、で私が実はヤギ座なのでなんかどっちもかけてカブリオールという名前にしたいなと思って今は、うん、はい、その名前で、はい、なんかジャンプした時に片足をこうポンと、はい、片足にくっつけるような、はい、その通りです。難しいですよね。はい、そうなんです。本当に男性のダンサーさんとかがやるとすごくかっこいい、うんうん、迫力のあるジャンプになります。うん、はい、そのジャンプみたいにどんどんこう飛躍して飛んで飛んでって、はい、そんな思いも込めて、そうですか、はい、昔そのバレエをやっていたということで、はい、そうですね、モダンバレエを本当に幼稚園の年、うん、調査になるぐらいの時から始めていて、で、なんか実はその前に、こう、うん、まあ、母親がやっぱり何か習い事をさせてあげたいなと言って連れてってくれた水泳スクールは、もう足が床につかないと言って大パニックで体験だけでやめてくれて、たんですけど、そのバレエの教室がたまたま私のその実家の地元でやっている先生がいらして、うん、で、そこの教室に連れて行ってくれた時に、もう本当にものの数分しか見てないのに、もうここやるって言って始めたみたいで。ハマっちゃったんですね。はい、そうですね。やっぱり音楽にこう、音楽の中で動くっていうことが自分がやっぱり好きだったみたいで、うん、そこから15年ぐらい、うん、はい、続けて、今はちょっとブランクもだいぶ長いのでだいぶ体ガチガチになっちゃったんですけど、でもこう、はい、バレエってこう曲に合わせて感情を表現したりとか、うん、恋愛だったり、はい、自分の心を動作で表したりするでしょう、はい、やっぱりなんか音楽を歌うって、はい、曲を歌うのにことにつながってるような、なんか似たようなところが、はい、表現力というか、はい、あるような気がするんですけど、どうでしょう、うん、そうですね、そのまた歌うきっかけになった部分でもあるんですけれども、その私自身が保育家出身で、ぴったりいや、お恥ずかしいです。はい、なんかその保育家に通っていた時にやっぱり子供たちにこうダンスとか踊りをこう教えるっていうための授業があって、うん、自分たちが子供たちのダンスを、まあ、自分たちで振り付けしたりして踊るっていう風な、うん、内容があった時に、それをやっていて、あ、私自分自身が表現したいっていう気持ちがやっぱりあるかなっていうのに気づいて、うんうん、でその時はそのダンスの授業だったので、そのやっぱり踊ってきたこともあってダンスで表現したいんだなっていうふうに思っていたんですけど、うんうん、その卒業後にちょっと、まあ、知人のなんて言うんでしょう、仲間内で話をもらって、で、うん、ダンスの、こう、なんて言うんですかね、イベントに出場したことがあって、うん、はい、で、その時は、本当にダンスだけだったので、うん、こう、歌を、まあ、もちろん歌わずにだったんですが、歌がある楽曲で踊ったので、うん、それを踊る中ですごく歌いたいっていう気持ちになって、いや、なんか、ダンスをすることで、こう、たくさんいろんな、心のなんて言うんでしょう、うん、動きとか、うん、そういったものを表現したいと思っていたけど、うん、私はもしかしたらダンスよりも歌で表現したいのかもしれないっていう風に踊る中で気づいて、でそこから、はい、ちょっと歌をやっていきたいなっていう風に思って今に至って、はい、じゃあ心のすごく奥底のものが、はい、そうですね、出てきたんですね、はい、徐々にこう自分の中で、へー、でそこからじゃあ、はい、レッスンとかして歌の、そうですね、うん、なんかすごい
なんて言うんでしょう、不思議な経歴なんですけど、うん、最初はやっぱり保育科に行っていたこともあって、うん、歌のお姉さんの見習いをさせてもらっていたりとか、うん、でもちょっとその MC がやっぱりあるんですけれども、うん、歌のお姉さんになりきって MC をすることが自分の中でどうもこうちょっとうまく消化できなくって、それとも違うっていう感じだったの、はい、なんか悩んでいて、でもそんな時にやっぱりポップスを、まあ、大きな意味でポップスを歌いたいのかなと思って挑戦し始めたら、やっぱり自分でも作詞をしたいなっていう気持ちや、うんうん、そうですね、その子供たちだけじゃなく幅広いうんうん、こう年齢の方々に届く形で歌いたいなというふうに気持ちが変わってきて、うんうん、そこから、ちょっとまたこことは別のところでお世話になっていたりとか、うんうん、あとバンドのボーカルアマチュアでなんですけどやらせてもらったりとかして、うん、今はこのミュージックバンカーでお世話になっているような、はい、感じです。はい、なんか昨日ライブだったんですって。そうなんですよ。お疲れ様でした。ありがとうございます。もうちょっと緊張しすぎてまだなんだかその緊張の余韻が残っているような感じです。行きたかったですね。 ありがとうございます。はい、四ツ谷のライブハウスで。あ、そうですね。はい。ちょっとそこは2回目だったんですけれども、うんうん、お世話になるのが、すごくアットホームなというか、うんうん、こう、ただ、その出演者が自分の順番に、まあ、ライブをしていくっていうだけじゃなくって、うんうん、その、イベント名があって、四ツ谷ロータスさんですね。すみません。名前なんですけど、エルステイといって、こう、ミュージックステーションという番組とちょっとかけたようなイベントになっていて、うん、そうなんですよ。それこそ出演者が歌い終わった後と、あと自分が歌う前に司会の方が別に行ってくださって。いや、まさにもう、ね。そうなんです。トークをして、またその、アーティストの告知内容だったりもそうですし、うんうん、そのアーティストのキャラクターとかをその司会の方がトークする中で引き出してくれるっていうすごく楽しい、はい、イベントになってました。うーん、はい、じゃあちょっと皆さんに聞いていただきましょうか。あ、はい、ぜひお願いします。曲のご紹介お願いできますか。はい、今回聴いていただくのは追憶ベックユーという私の、オリジナル曲になっています。今配信限定なんですけれども、発売をさせてもらっていて iTunes などで、カブリオールもしくは追憶ベックユーと検索していただくと出てきます。MV の方も実は作っていて YouTube でも流れていますので、よかったらぜひぜひチェックしていただければと思います。はい、ではどうぞ。あー、なんかこうジーンときちゃうような女の子のこう乙女心がなんて言うんですか、うんうん、描かれてるような感じがしたんですけれども、はい、これは、はい、カブリオールさんが作詞したということで。はい、そうなんです。はい、どんな思いでこの歌を作られたんですか。はい、この曲は本当に、まあ、自分自身の経験をもとに書かせていただいた歌詞になるんですけども、うん、20代前半の頃に、うん、実は、自分にとってすごく近しかった人を亡くしてしまって、うん、そうですね。で、その時、まあ、私は幸運なことに、それまであまり自分の身近な方が亡くなるっていう経験がなかったので、うん、その人がいなくなったことが、本当に初めて自分にとって身近に死を感じる出来事だったんですね。うんうん、なので、正直ちょっとその時は受け止めきれなくって、うんうん、本当になんて言うんでしょう。その方が亡くなったっていうのを聞いてから、うん、何日間も仕事に行かなきゃいけないのに電車に乗ってても涙が止まらなかったりとか、うん、それこそまあその当時の職場の方には本当に申し訳ないんですけれども、仕事しててももう集中できないというか、うん、もうずっとこう、うん、頭の中とか心をその人がいなくなってしまったっていうことが占めていて、うん、っていう本当にちょっと自分の中ではまあどんな生き物にもある意味等しく訪れる死ではあるんですけれども、うん、自分にとってすごく衝撃的な死だったというところがあって、うん、でその経験がやっぱりその当時は本当に痛みとか苦しみでしかなくって、自分の中でどう消化していいかわからなかったんですけれども、うん、やっぱり時が経つことでしか解決できない部分というか、うん、その時間を重ねるからこそ自分の中でこう飲み込んでいけるじゃないんですけれども、うんうん、っていう部分があって、うん、今もうすぐ9年か10年になるんですけど、うんうん、ようやく自分の中でこの曲
に歌詞としてその経験をもとに自分が感じたことを書くことで少しその人に対してとかその時の出来事に対する思いを自分の中でこうなんて言うんだろう納得じゃないんですけれども落ち着けていくことができたかなっていうようなちょっとまあエゴスティックな理由ではあるんですけどもそういう思いで書いた部分があったのとそういう経験がやっぱり誰にも等しく訪れることなので、うんうん、そういう時にも前を向きたいなって思える気持ちになってもらえたらいいなっていう気持ちも込めて書いた歌詞になっています。そうなんですか、はい、深いですね、でもそういう時は本当誰が慰めてももうどうしようもないというか、癒されないっていうか、もう穴がぽっかり開いちゃって、本当にでもその、いつまでもそういうではなくていつかまたね、歩んでいかなきゃいけない、その時にその曲がこうふっと自分をね前に進ませてくれるようなものであったっていう、本当にそうです、これは昨日はライブだったんですけれども路上でもライブされてるんですよね、そうなんです。今路上もちょっと頑張っていて、月に2回ぐらい、だいたい錦糸町の駅前にいるんですけども、皆さん錦糸町に集まりましょう、はい、ぜひはい、いつもスカイツリーをこう見上げながら歌ってるんですが、はい、そうですね、路上の時にも一応やっぱりこの曲は今配信もさせてもらっているので、オリジナルとして必ず歌っていて、でそれ以外は路上なので結構こう皆さんが聞きなじみのある既存のアーティストさんのカバー曲をたくさん歌わせてもらっていて、先週も一応行ってきたんですけども、4曲カバーして1個がオリジナルでっていう5曲のセットを2回みたいな感じで、はい、1時間ちょっと歌ってきて、ちょっと暑さにやられて退散して、いや暑いですもんね、今ね、そうなんです、汗かきなのでちょっと長時間がやっぱりしんどくてそうなんですか、はい、まあでも、はい、本当にお客様がすごい近いでしょ、そうですね、泊まってくれる方がいるとやっぱり、ただその泊まってくださる方もちょっと近づくのをためらう方もいらっしゃるので、ちょっと遠くで聞いてくださったりとかはあるんですけど、本当に近くに来てくださる方だとすごいもう至近距離でこう聞いてくださったりして、ちょっとドキドキしながら歌ったりしてます、なんか本当前の方の人ってもう本当聞き入っちゃって、そうですよね、はい、そこだけがこう世界ができてるような感じしますよね、わかります、おー、そっか、錦糸町ですか。川崎の皆さんもぜひね、錦糸町まで。よろしくお願いします。ちょっと反対側の感じですけれども。川崎でやることはないんですか？川崎もでも音楽の街だというふうに。そうなの、すごく聞いてるので、行ってみたいと思うんですけども、実は川崎に降りたのが1回しかなくって、ちょっとまだ駅の周りがどこが大丈夫かとかが全然わからないので、もうちょっとリサーチしたら行きたいななんて。そうですね。はい、リスナーさんぜひ川崎の、はい、ライブ、できるところ、路上ライブできるところ、情報ください。お願いします。お願いします。はい。そしてですね、はい、ちょっともう時間がないのでどんどん行っちゃうんですけれども、お願いします、カブリオルさんは海外に、はい、いらっしゃった経験があるということで。はい。本当に短期なのでちょっとあれなんですけれども。自然が豊かなところに行ってきたんですね。はい、そうなんです。高校の時に、その、自分が通っている学校の姉妹校がオーストラリアにあるという学校だったので、夏休みの2週間ちょっとを短期留学させてもらえるような形で行ってきまして、私が行ったのはケアンズよりもちょこっと上の方の田舎町のアサートンというところだったんですけども、すごく本当に、そのアサートンというところももう山の中だったりして、すごく自然がたっぷりあったんですけれど、そのやっぱり留学の期間の中で熱帯雨林だったりとか、あとはサンゴ礁、グレートバリアリーフとかにちょこっと触れる機会が、あったので、すごくその雄大な大きな、スケールでの自然をたくさん感じて、その当時の、高校生ながらにやっぱりすごいなって、自分たちが知らない豊かな場所がまだまだいっぱいあるんだなっていうのを本当に感じて帰ってきました。いいですね、はい、その場所なんかシュノーケル見えたんですか？やりました、はい、そのちょっとグリーンアイランドっていう名前だったと思うんですけど、その島にも一日ボートで行って一日そこで過ごすっていう日をもらえて、
そこにいた時にそれこそ本当に透き通るような海、うん、でその本当になんて言うんでしょう、砂浜ギリギリまでもうカラフルなお魚たちが泳いでいて、はい、すごいなと思って、あのパシャパシャしながらフィンで、はい、泳いで見てきた記憶があります。ひょっとしたら今あれじゃないですか、うん、それを思い出しながら、はい、曲がこう思い浮かぶような歌とか、そうですね、それもいいな、なんかね、あの、はい、この間ゲストでいらっしゃった方が、うん、その同じ南の島で、うんうんうん、はい、もう13人でいっぱいになっちゃうような無人島に住む、あのツアーで行って、そこでなんかライブやるって言ってましたよ。カブリオルさんも、はい、グリーンアイランドでいつかはいつかはライブできるかもしれないですね、はい、したいな、はい、今ディレクターがね写真を出してくれました、はい、ありがとうございます。あ、これね YouTube とかで皆さんにお届けできるといいんだけど、本当綺麗、本当に本当透き通ってますね。そうなんですよね、透明度がいい、はい、もう空も真っ青、小さな島ですね、結構ちっちゃくて、うん、本当に素敵でしたね。向こうの方と、はい、ね、オーストラリアってあのアボリジニの、ね、はい、方と、そうなんですよ、本当にその実際にちょこっとこう、まあお話は全然私の英語力が足りないんでできなかったんですけど、そのアボリジニの方たちのなんて言うんでしょう、こう使っているものというか、こういうやり方でまあ、あの狩りとかをしてたんだよとかっていうのとかを見せてもらったりとか、うん、あとはそのあのメイクというか、はい、うん、とかも見せてもらったりしながら、うん、あ、すごいなって思って帰ってきました、うん、あれ、はい、あのさ、楽器見た、 こんな長いやつ、あ、はい、見ました、見ました、すごい、はい、思い出しました、 あれもすごいよね、筒のような、筒の、そうそう、はい、ボーって音がするんだよね、吹いてくれてました、そうでした、やっぱりあの、はい、オーストラリアの波とかね、うん、風の音の中でああいう音が聞こえてきたら、うん、本当に一体感するよね。いいですよね、はい、こう大地を感じるじゃないですけども、うんうん、はい、すごい、そうだ、それはもう貴重な経験しましたね、はい、本当に、ではさて、はい、日本に戻ってなんかこう好きな、はい、今、うんうん、飲み物があるって伺ったんですけど、はい、あの時期的にとっても美味しくなるビールが、おー、はい、実はすごく好きで、うん、家でもあの、まあ、缶ビールを飲んだりは割とするんですけども、うん、やっぱり外に行ってこう冷えたジョッキで一杯いただくっていうのもすごく好きで、うん、ついこの間友人とクラフトビールっていう、うん、あのその例えば栃木県とか、うん、まあ群馬県とかその県とか場所によっていろいろなこう味わいが楽しめるビールを扱っているお店があって、うん、はい、そこに行ってちょっとご当地ビールみたいなものを飲んだりして楽しんできたんですが、うん、はい、美味しい、はい、もうグビッと、こう暑いとね、もうすぐこの最初のもう、はい、乾杯って言ってそのままグーって一杯飲んじゃう時あるもんね、わ、はい、ね、かります、はい。今度、はい、ビールのフェスがあるのかな、はい、そうですね、結構大きくて有名なのがオクトーバーフェストというのが、うんうん、私も実は行ったことがなくて、うんうん、もう絶対行ってみたいと思ってるんですけども、うん、なんかその横浜の赤レンガ倉庫とか、あと関西の方でも何日間かごとにこうやるようなイベントになっていて、うんうん、そこに行くと、まあ、ジョッキを最初に購入するんだったか、レンタルだったかで、持ったら、うんうん、前にジョッキがあるの？そうなんです、そこでこう持って、で、注いでもらって、で、おつまみにそれこそ向こうの、うんうん、ソーセージとかを食べながら、飲み比べて楽しむみたいなイベントだったと思うんですけど。うんうん、いいね、はい、本当に。なんか赤レンガ倉庫って、はい、カブリオルさんになんか似合ってる感じがする。そこでライブとか。ちょっとやれたらなって、ね。お客様ビール飲んでいただいて、はい。楽しんでいただきながら。ご自身はちょっと飲むの我慢していただいて。はい、はい、ちょっと終わってください。終わってください。追いつくような感じで。はい、銘柄だったら、はい、私は、割とやっぱり好きなのはキリンさん。うわいやいや、一番絞りが好きなんですけども。あとは、結構あの、コンビニとかでも取り扱っているので、うん、バドワイザーっていう赤と白みたいな感じの。うんうん、軽めの感じの、そうです、そうです、うんうん。あれも結構飲み当たりがこう、うんうん、まろやかなので、うんうん、割とこう、さらっと飲みたい時には、うんうん、ちょっとそっと、
チを買ってみたいな感じで、はい、したりもしてます。なんか海外だとさ、ビンゴと飲むんだよね。はい。そうなんですね。なんか、とか最初なんかコップくださいとか言った時があったんだけど。あのままこう、ビグ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 、はい、コロナとかさ。はい。今言おうと思ってました。なんかさ、はい、あのライブをさ絞ったりするのあれは ありますよね。あれもコロナ？あれも確かコロナでも見たことがあります。あの皮のとここうちょっと。そうそうそう。切り口入れて、吸って刺してあって。刺して。はい。あれが分かんなかったんだよ、最初。何なんだろうと思って。おしゃれなのかな、みたいな。すごい、日本にも入ってきてね、今日本でも買えるからね。はい、そうですね。結構スーパーさんとかでも瓶の、うん、はい、並んでたり。うん、この間だと、ハイネケンだったかな。うん、なんか、ちょっとおすすめなのか。はい、うん。こう、あの、一押しみたいな感じで押してあって、はい、おっと、じゃあ今度はとか思いながら。見てました。そうだね、はい、ビールかー、はい、きっとね、こうビールを好きな方ね、今日は聞いてらっしゃると思うので、うん、よかったとか言って、うん、きっとおーとか思ってると思いますよ、はい、いやいや、私は俺はこれがって言ってらっしゃるかもしれない。そしたら皆さん、好きなビールの銘柄、はい、メールで送ってくださいね。お願いします。何かブログとかはなさってるんですか？あ、はい、一応一番なんて言うんでしょう、すべての情報が、うん、こう常にアップされているのはツイッターになるんですけども、ツイッターですか、はい、皆さんツイッターだそうです、はい、よろしくお願いします。でツイッターから一応、うん、インスタグラムっていう写真が主な SNS と、うんうん、あとアメブロも最近ちょっと解説したばっかりなんですけれども、うんうん、アメブロの方には、うん、あのライブとかこういったラジオの出演情報を載せていく形にしているので、うんうん、はい、あの何か出るものあるのかなっていう風に見たいなと思ってくださった方は、うんうん、そのアメブロの方をチェックしていただけると一覧でバッと出せるようにはなっているので、うんうん、はい、でも一番多分きちっとこう全部の情報が出るのはツイッターかなと思います、うん、カブリオールっていう言って検索するのかな、はい、シンガーアンダーバーカブリオールというあの何でしょう、うんうん、アットマーク以降になっているので、うんうん、それで出していただくと一番パッと出るかと思うんですけども、うんうん、多分なんて言うんでしょう、検索していただける場所にカブリオールとカタカナで入れていただくと、うんうん、一応私の事務所のあのホームページとかも、うんうん、出てくるかと思うので、そこから飛んでいただいても大丈夫かなと、はい、思います。はい、もうね、とっても可愛らしいね、カブリオールさんなので、皆さんね、はい、もう本当検索して応援してくださいね、はいはい、ぜひツイッターまたはアメーバブログの方で検索して、はい、どうぞ、ね、ライブの方にも遊びに行っててください。はい、お待ちしております。ということでね、あっという間にもう時間が経ってしまいました、はい、この番組では皆様からのお便りを募集しております。マイハルリお便りで検索すると即私の番組につながるお便り送信フォームが出てきますので、そこから今日のカブリオールさんの感想とかですね、リクエストありましたら送ってくださいね、はい、引き続き川崎 FM でお楽しみください。番組、なんかラジオ番組やってらっしゃるんでしたっけ？あ、はい、今このミュージックバンカーさんがやっているフューチャーリンクレディオアクセスという、ちょっとこうパーソナリティを目指す方たちが何人かで一緒にやるっていう番組を、はい、ちょっとやっております。じゃあいつかもう川崎 FM にね、ドキドキ来てくださいね。はい、ということでこの番組、ご賞があるんですけどよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。はい、では行きますよ。来週もTo the Nature! 来週も自然の中でお会いしましょう。